阪神タイガース岡田監督の厳しいコメントもありまして、大型の選手入れ替えが行われました。総勢4選手のメンバー入れ替えということで、詳しく見ていきたいと思います。まずは先発投手陣の入れ替えからです。青柳投手2軍降格になっています。ここまでトータル7試合の登板で防御率が 3.76、 1勝3敗で 38.1 イニングの投球に対しまして、四死球が20個と、2イニングに1つくらいはフォアボールとデッドボールが出てしまうと、制球力の乱れっていうのが今年は、かなり見られています。そして被打率も2割5分2厘と比較的高めの数値ですね。直近3試合で見ていくと 3.5 イニングを5失点、5回を3失点、6回を4失点と3戦連続の不調となってしまっています。そして5月17日ですね、この6回4失点の時の投球を岡田監督が制球が悪くて、取りに行って打たれてしまう、この繰り返しでずっと言ってしまっていると、かなり厳しいコメントがありました。毎回のように2ボールになって、そして毎回このようにコントロールがばらけてしまって、もう自分で直すしかないだろうと、そんなコメントがありました。昨年からですね、結構悪い時期っていうのが続いてしまっている印象で、しばらく2軍調整という感じになっていきそうですね。もしかするともう2軍でもコントロールがしっかりと安定するまではもう一回昇格させないとか、長期的な2軍調整になる可能性っていうのもあるのかなと思います。そして先発として1軍に昇格となるのがビーズリー投手。7試合をここまで2軍で投げまして、防御率が驚異の 0.55、 33イニングで四死球11個、被打率も1割2分1厘という成績になっています。ここまで4試合連続でファームで長いイニングを投げて好投を見せています。直近でいうと30イニングほど無失点の試合っていうのが続いていて、前回登板が7回無失点、そしてその前が8回無失点、そしてその前が7回無失点ということで、2軍では本当に驚異的な成績を残しています。そして被安打の数っていうのも驚異的に少なくて、被打率としては1割2分1厘です。安定感も抜群、いつ投げてもいい投球をしているという感じで、現状2軍の先発ピッチャーの中では最も期待できるというピッチャーになっています。本当にこのまま1軍で好投ということになると、場合によっては先発ローテーションでそのまま回っていくという可能性もありますし、6回1失点ぐらいでまとめるとか、そういった投球がずっと続けられるような、そんな期待をしていきたいと思います。他にもファームで西純也投手が2試合続けて7イニング投げて無失点という投球が続いていまして、この投球っていうのがもう1試合2試合続いていくと1軍昇格もあるかもしれません。では続いて、あの選手の登録抹消が決定と、こちらについても見ていきたいと思います。島本投手ですね、2軍降格が決まりました。ここまで15試合の登板で防御率が 0.73、12.1 イニングで四死球わずか1つ、被打率が3割3分3厘という成績ですね。若干被打率こそ高いものの、抜群の安定感というのを昨年からずっと続けてくれているというピッチャーです。ただ2戦連続でベンチ外ということになりまして、報道ではコンディション不良というふうに出ています。そして先日、左のリリーフピッチャーとして同じく昇格している及川選手、初登板で2回無失点の好投を見せています。5月に入ってから上がってきた富田投手、そして及川投手、この2人のリリーフピッチャーに期待したいところですね。一方、阪神タイガース2軍でも結構好投している左のリリーフピッチャーっていうのが枚数としては多くなっています。まず1番ですね、開幕からずっと好投を続けているのが岩田投手、15試合登板で防御率が 1.23 という成績になっています。左の変則的なサイドピッチャーということで、岡田監督からの注目度っていうのはそんなに高くないのか、なかなか1軍には呼ばれないですけれども、昨年の序盤を除いて、2軍ではずっとこう安定した投球を見せていますし、そろそろ1軍で勝負したいっていうところですよね。岩田投手自身も育成から上がってきたということもありますし、今年が本当に最後のシーズンというぐらいの気持ちで戦っていくという話がありました。そして育成の川原投手、ここまで14試合の登板で防御率が 2.77、ここ最近は特に調子を上げているかなっていう印象です。現在8試合連続無失点継続中ということですね。この調子が続くと、この期限内の支配下昇格っていうのも可能性としては十分あるかなというピッチャーですね。岡田監督も昨年大きく成長したピッチャーだということですね。シーズン前の支配下昇格ももしかしたらあるんじゃないかと、それぐらいに位置づけされたピッチャーですので、岡田監督の注目度評価も高いピッチャーですから、試合か昇格十分あると思います。そして岩貞投手、開幕前に制球難ということもありまして、開幕2軍スタートとなって、そして2軍でもしばらく投げてない時期があって、もしかするとコンディション不良とか、そういったところがあったのかもしれません。
ただ6試合投げて防御率 0.00 と、まあ、1軍で実績を残したピッチャーとしてさすがの投球が続いています。左のリリーフピッチャーで接戦であったり、まあ、場合によっては勝ちパターンでも使えるピッチャーということで、この岩貞投手も制球力が十分安定しているということになってくると、1軍昇格っていうのもあるかもしれません。2軍でもここ最近は四死球の数っていうのも、まあ、かなり少なくなってきているという状況です。中継ぎ陣に関しましてはこんな動きがあったわけなんですけれども、野手陣ですね、あの選手がついに1軍初昇格ということで、こちらも見ていきましょう。ミエセス選手1軍今年初昇格が決まりました。ここまで2軍で打率が2割5分6厘、ホームランが1本、打点が9、出塁率3割3分3厘、 OPS705 という成績になっています。2軍で昨年なんかは相当いい成績残していて、打率も3割を超えていて OPS が912という成績残っていました。まあ、ただ今年に関しましては正直想定していたよりは2軍成績っていうのも上がってきていないですし、ここ数試合の成績だけ見ましても目立った活躍をしているかというと、まあ、それほどでもないという感じにはなっていますけれども、昇格ということになっています。ホームランも4月29日の1本だけということですね。まあ、ここ数週間ぐらいはまあ全然ホームランも出ていないという感じではありますね。1試合に1本ヒットが出るかどうかというのが2軍でも続いている状況ではあります。まあ、ただ1軍の外野手見るとノイジー選手が2割5分ぐらいまで落ちてきてしまっていて、まあ、前川選手も2割7分ぐらいまで落ちてきてしまっていて、まあ、5月入ってから失速気味という感じで、まあ、ミエセス選手を外野で試すという流れになっていきそうですね。ここ最近で、まあ、ある程度外野手で調子がいいっていうふうに言えるのが井上選手だけということになりますので、まあ、やっぱり打撃期待できる外野手を上げていくっていう選択肢になってきました。そしてこのミエセス選手の場合は守備走塁にはまあ若干課題があるというところで、交流戦での指名打者であったり、まあ、あとは右の代打としてもしかすると原口選手が大山選手に代わってスタメン起用される時なんかも、まあ、今後もあるかもしれませんので、まあ、そういった時も含めて代打での起用っていうのも予想されるという選手ですね。まあ、一方2軍での外野手、他に誰が成績残しているのかっていうところですと、まあ、豊田選手が開幕からずっと結果を残していますね。打率が2割9分5厘、ホームランこそないんですけれども、出塁率3割6分7厘で、まあ、2塁打、3塁打なんかも結構コンスタントに出ていますので、OPS としては810という成績残っています。まあ、岡田監督就任から、まあ、ほとんど名前が出ていないこの豊田選手ではあるんですけれども、まあ、成績しっかりと維持していけば1軍昇格っていうのも今年あるかもしれません。そして、いつぼ選手、打率が2割7分5厘のホームランなし、OPS668 ですね。まあ、開幕から3割を大きく超える時期なんかもありましたけれども、まあ、ちょっと失速してきている感はあります。まあ、今年はまずはまあ2軍でシーズン完走して打率3割、そして1回ぐらい1軍で見れるとっていうところを期待していきたいと思います。今回の入れ替えがチームにプラスに働くことを期待していきましょう。以上です。